11世紀、とこしえの夜で世界を包んだ妖魔の王、夜の君を一人の少女が倒したという。だが、その散り際に、夜の君はその汚れた血をまき散らし、世界に禍根を残した。ブルーブラッド。その血を浴びた者は、姿と性質を変え、邪妖と呼ばれる人にあだなす存在となった。以降、邪妖は夜になると街に現れ、人々を襲うようになり、人間の世界から夜を奪った。そうして、世界は光さす昼は人が活動し、闇に染まる夜は邪妖がうごめく眠ることのない、夜のない国となった。それから800年、聖戦の舞台となった北海に浮かぶ地図にない島、ルースワール。今この島で、夜との宿命を背負う二人の少女が、運命の再会を果たそうとしていた。これは、夜のない国に生き、愛する者のために戦った、二人の少女の物語。ここが指定された島。くそ、教皇著名。こんなち、おかげでひどい船より。教皇、ああ。アーナス、今回の邪妖討伐任務のパートナーって。おう、私も驚いたよ。邪妖と戦うエージェント。アーナス様を、こちらこそよろしく頼むよ。それにしても久しぶりだな。最後に会ったのは、そう、もうそ、そうね、イギリス。そうなんだ。へえ、アーナス、アメリカ？任務はそれほどでもなかったんだけど、現地まで行くのが大変だって、今にも沈みそうな小舟に乗って、波に揺られて行ったんだ。ああ。うん。なんで船になんての向こう岸に渡りたいなら、橋を架ければいいし、魚を釣りたいなら、人間は地に足つけて生きるのが一番なんだよ。わざわざ水の。アーナス！ううん、でも。実は、あら、ええ。さ、ホテルに。そうね。どうしたんだよ、リリーティス。急に笑ったりして。
私たち学生の時はずっと一緒にいたじゃない？寄宿舎で一緒に起きて遊んでお話しして。なのでこの ロシエクロックが反応しているということは、ええ、あ、エルシャセル、お前ケルフェ、はい、油断した。
だこれからだぞ。戦艦こんなもん。わかった。これです。あれどころ。そいつ。ああ、アーナスの。なんてのんきな。どうしたのかに、ね、早くお家に帰って。どうした。何でも。ええ、まだ夜が。あ、闇が。そんな、まさかあれは。知っているのもユリーです。あれはもう一つの月、ミラだ。つまり待たせ。しか一度チアルフィエリア。ハッテンタイ落ちろ。ハッテンタイ飛べ。ハッテンタイ飛べ。ハッテンタイ飛べ。フッテイタ落ちろ。フッテイタ。フッテイタ飛べ。フッテイタ飛べ。フッテイタ
ホテルエンデでございます。いえ、まだ見つかっておらず。はい、はい。アーナス。はい、ご到着でございます。はい。あんたは。ホテル。あんた、支配にどこか心当たりはないか。行幸庁の協力者ならこの辺りの地理に詳しいだろう。あの、そういい今日くれ。
嬢様。お気を。エルモン、あ、プチア。ここか。
これ、よりしろじゃないか。久しぶりに見つけたな。久しぶり。わ。な、わ。わ。ん？これは。胸騒ぎがしまして戻る隣には変な扉もある。ああすみません、ちょっと電話が遠く。め
ここホテルか。お帰りなさい。ただいま。このエハン、こちらの建物は元はサルヨーマの。お嬢様ならそのエレベーターで望むときに望む場所へ行けるかもしれません。この寄り城でいいの？アクチュア、この名前ルーヤ。これフェルマ
お嬢さん。